新宿駅東西自由通路について発表します。目次です。記載の流れで説明いたします。まずは本事業の概要と事業化に至るまでの検討経緯です。新宿駅は多くの線が乗り入れており、1日の乗降客数が300万人を超える世界一のターミナル駅です。駅の東側は繁華街、西側はオフィス街が多い中、新宿駅の東西を改札街で横断できる歩行者動線は限られており、中でも地下のメトロプロムナードとオーバーパスの甲州街道の間は南北に300メートル以上離れている状況で、東西の回遊性に課題がありました。そのためメトロプロムナードと甲州街道の間に東西を自由に往来できる東西自由通路を整備することが新宿区及び地元の長年の悲願でした。東西自由通路は新宿区が1972年に初めて調査を開始して以降、これまで複数の地下通路案や線路上空デッキ案が検討されてきました。この検討の中で東西の駅ビルの撤去移転が困難であることから、1990年代に比較的早期に実現が可能な地下通路案が自由通路の基本構想となりました。続いて地下通路案実現の経緯です。甲州街道とメトロプロムナードの間には改札内の地下コンコースがこの字型に整備されている状況でした。自由通路のルート案は複数ありましたが、既存の駅施設への影響を最小限に抑えるためには自由通路の復員が強硝となるなどの問題がありました。そこで駅改良工事に合わせて改札内通路の北通路を自由通路化する案を検討し、これを実現させていきました。工事着手前の図面を示します。図面右側が北通路で、東西に改札が設けられています。通路内にはホームに上る階段などが多数設置されています。またこの字型の地下コンコースの内側には別施策の新宿駅改良工事で工事用通路として整備された施設高架橋による地下空間がありました。完成後の図面を右に示します。本案では施設高架橋をそのまま活用する一方で、北通路と施設高架橋の間の盛り土を掘削し、そこに高架橋を増築する計画としており、改札外の自由通路は幅員25メートルを確保できます。本案により工事費の抑制と早期整備が可能となり、2008年に東西自由通路は事業化に至りました。また自由通路整備に合わせて既存昇降設備を移設しつつ、新たに整備した本コース内にホームへの24人乗りエレベーターを整備し、利便性も向上させることとしました。続いて東西自由通路整備の工事における困難を乗り越えた技術について説明します。本工事を進める上では、お客様の安全、旅客流動の確保、周囲を建物に囲まれた中での工事用動線の確保、時間的制約の大きい線路内工事という3つの大きな困難があり、これらの困難を次のような技術で乗り越えていきました。まずはお客様の安全、旅客流動の確保についてです。新宿駅は写真のようにお客様のご利用が非常に多く、例えば最も混雑する階段1箇所だけで1時間に1万3000人以上が利用している状況でした。そのため昇降設備の機能を維持し、混雑するホーム上でのお客様の安全を確保することが必要不可欠でした。本工事では北通路からホームに上る階段の背面の盛り土を掘削する必要がありました。通常であれば断面図のように階段を撤去した上で背面の盛り土を掘削するというステップを踏みますが、新宿駅では先ほどの説明のように旅客流動確保の観点から階段の撤去が難しく、代替の階段を作る場所もありませんでした。そこで本工事では季節階段の直上に高性の仮階段を構築した上で季節階段を撤去し、合わせて背面の盛り土を掘削するというステップを踏むこととしました。この方法を採用することで階段の機能をほぼ同一で維持しながら背面の盛り土掘削を実施することができました。なお図中赤色の高性仮階段は夜間の作業時間を考慮すると一晩で施工を完了させることが困難です。この困難を克服した仮階段構築技術を紹介します。まず季節階段の上に塚材を設置し、その上に仮設のステップを構築します。この作業を一晩で5段分程度ずつ進めていきます。次に
季節階段と仮設ステップの間の空間に仮階段の桁を仮設し、仮設ステップと塚材を撤去しながら仮階段桁にステップを取り付けていきます。最後、仮階段設置完了後に季節階段を撤去します。以上の昇降設備切り替え技術により旅客流動を確保しながら森戸掘削ができました。次に周囲を建物で囲まれた中での工事用動線の確保です。施工箇所付近は駅の東西を大規模商業施設に囲まれて接道箇所が少なく、大型トラック等が横付けできないため工事用動線の確保が大きな課題でした。施工箇所まで資機材を搬入搬出する手段としては切り口車と台車による運搬の2択のみの状況で、いずれも搬出入の時間は夜間の3から5時間程度に限定されており、これが円滑な施工を困難にしていました。そこで列車運行時間帯も工事を継続するため、新たに工事用トンネルを設けることとしました。東口の駅前広場の一部をヤード化した上で、線路と季節の地殻帯に挟まれたわずかな空間に建て工を設け、施工箇所に向けて線路直下にシールドトンネルを構築しました。列車の安全な走行のため、トンネル推進中は常時軌道計測を行いました。今回構築した工事用トンネルは計2400ミリ、延長145メートルであり、これにより駅改良工事全体で約 4.6 万リューベンにも上る掘削土砂の搬出、馬車内杭の泥水の総排泥、コンクリート打設等を24時間施工で行い、例えば掘削土砂搬出で言えば作業可能時間が4倍以上に伸びました。最後、時間的制約の大きい線路内工事を最大限効率的に進める技術について、工程影響の大きい工事桁仮設と呼ばれる作業を例に説明します。本工事では列車運行を確保しながら線路下の盛り土掘削、施設橋台の撤去を行うため、工事桁と呼ばれる仮設の橋梁で一時的に軌道を支える必要があります。この工事桁については季節の軽桁をそのまま生かすため、季節の軽桁の中に収まる幅の狭い工事桁にする必要がありました。この幅の狭い工事桁ですが、横桁の長さが通常の枕木幅よりも短いです。そのため分割仮設と呼ばれる主桁と横桁を別日に仮設する工法が採用できません。そこであらかじめ工事桁の主桁と横桁を地組みしておき、1回でまとめて仮設を行う一括仮設で仮設する計画としました。なお工事桁の一括仮設は写真のように鉄道クレーン車等を用いて行います。工事桁の一括仮設は破線・軌道撤去・バラスト・土砂掘削・工事桁仮設・軌道復旧という4ステップで行いますが、このうち2ステップ目のバラスト・土砂掘削の作業時間は掘削量すなわち桁の長さに比例します。新宿駅では番線によって列車回り夜間の作業時間が大きく異なりますので、作業時間が比較的長く取れる番線は長い桁とし、作業時間が短い番線は短い桁とするなど、施工条件を設計に反映していきました。これら地道で緻密な検討により、時間的制約の大きい線路内工事を最大限効率的に進めました。最後に東西自由通路の整備効果と今後の新宿の街づくりへの貢献について説明します。私たちは世界一のターミナル駅において、お客様の安全・旅客流動を確保しながら工事用動線を作り上げ、限られた時間内で最大限効率的に工事を進めることで東西自由通路整備を実現させました。通路の開通以降、多くの人が行き交い、新宿の街の回遊性・利便性が向上しました。現在新宿駅周辺は更新期を迎えた駅ビルの建て替えを契機として、駅・駅前広場・駅ビル等を一体的に再編する新宿グランドターミナル構想の実現に向けて動いています。同構想では新宿駅周辺を新宿グランドターミナルと位置づけた上で、線路上空と地下に東西骨格軸を形成し、交流を生む歩行者中心のネットワークを構築することが謳われています。こうした中で新宿駅東西自由通路は東西骨格軸の不可欠な構成要素としていち早く供用を開始し、地下における回遊性の向上に貢献しました。私たちはこれまで培った鉄道土木技術を生かし、これからも新宿エリアの発展に貢献してまいります。